マライア・キャリーさん、歌の好きな方だったら当然お分かりなんですが、今全米人気ナンバーワンと申し上げていいと思うんですが、とにかく小さい時から私は歌手になるんだ、なりたいんだ、ずっと思ってらっしゃって、デビューしたのがついこの間なんですよね。1990年にデビューして、今ご紹介申し上げてるところなんですけどね、デビューして、とにかくデビュー曲がいきなり全米のヒットチャートナンバーワンになって、その後はもう出す曲1位になっちゃう。どうしてこんな急にスターになっちゃったんだろうっていうのが不思議がられてるぐらいなんですけども、今テレビはみんな世界中同時に見えますけどね、やっぱり見えるんだけど、日本とアメリカの間には広い太平洋という意味があって、やっぱり距離が離れてるんで、どうもアメリカの事情が一つよくわかんないんですけど、なんでそう急にスターになっちゃったんですかってご本人に聞いても分かんないですWell, I don't know. It's really hard for me to answer a question like that because it's about me and my music and what I do. So I can't really, I don't know what the public sees me as. I only know what I am myself. But I think it might be because of the songs might be hitting people personally, you know, touching something about themselves that is important to them.とても答えるのが難しいんですけども、私自身の在り方とか音楽とか何私がしていることなので、自分を客観的には見られないんですけども、多分私の歌っている歌が、皆さんの心に何か訴えるものがあって、でそのためにこういうふうにうまくいったんではないでしょうかと思います。仕事の仕方もあるのかな。さっき夕食に行く前にたまたま同じエレベーターに乗ったんですけどね、エレベーターの中でももうとても明るいんですよ。半分で歌なかなか食事に行きますなんて感じで行っちゃって、いつもああいうふうに陽気に仕事はやっていらっしゃる方なんですか。仕事は陽気にやっていく、明るく。Well, I try to be. I try to have fun when I'm working because, I mean, I love music and I love singing and I wouldn't want to ever do anything else with my life. But I'm fortunate to have some really fun and great people with me here in Japan that I brought with me from home. So we have a good time.Joke a lot. 確かに楽しく仕事をしようと思ってます。はい、それに私自身人生歌うこと以外したいこと何もないんです。ですから本当にですからもうお金儲けるとかそういうのしたくないんですか。男からモテるとかそういうの、美味しいもの食べるとか、男からモテる。Well, I enjoy other things, but I mean, singing has been what I've wanted to do since I was 4 years old. I've always known I wanted to be a singer, so I'm very thankful to be able to do this. もちろん他にも興味があることはありますけれども、なんといっても4歳の時から私は歌手になりたくて、こうしてなれたんですから、それにはとても感謝してるんです。もうこういう話してるとね、早く歌いに行けよっていうふうに思ってらっしゃる方大勢いらっしゃると思うんですが、とにかく一般には7オクターブの音域があるということで、とにかく有名な方です。では1曲、つい先ほどなんですが、その食事に行く前に歌っていただくアルバムの中に入って、もちろんシングルカットもされてるんですが、そのアルバムの方に一文を実は小宮悦子が寄せておりまして、その一文を寄せた方からも何かお話が少しあればと思います。How's your voice today? Today it's better. I was sick for a while, so yeah. ちょっと調子が悪かったんですけど、今日は随分良くなりました。そうですか。クリスタルボイスというわけではなくて、割とハスキーな声なんですけれども、それとこう7オクターブも出るというのは両立するもんなんですね。How does that coincide, you know, husky voice and Chris? I don't know. I mean, I really don't know how many octaves it is. I don't want to say that it's as many as people say because I don't know. I never measured it. But I think that I'm more naturally an alto. I have a lower voice, but I experiment with the top part of my voice. So. 皆さん7オクターブって言うんですけども、私実際に測ったことはないので、一体どのくらいのオクターブが出せるのかわからないんですけども、もともとの声はどちらかというとアルトの方なんです。ただ、自分の一番出せる限りの高い声を出すようにすると、やはりかなりいくということで、私ニュースステーション来てから喉の調子が悪いんですけどね。ちょっと喉の調子をキープするのに、You have to drink tea with honey. 蜂蜜の入ったお紅茶お飲みになるといいんですよ、喉のために。僕はブランデーが効くみたいな。ブランデー works. ブランデー That's appropriate. それもとてもいいと思います。どうもありがとうございました。日本の初めてのソーが初めていらっしゃるみたいですね。日本を楽しんでお帰りになってくださいとお伝えください。I'm getting over it. Flying all over, it's not really good for my voice. ね、People have colds and things, but I'm better now.まだね、23歳とお若いんですけど、もう手に入るもの全部。旦那さんも手に入る。あと何が欲しいですか。
Well, I'm going on my first tour. I haven't been on tour yet, so that's going to be a very big. 来月も3日からですね、確かね。Starting from the 3rd of next month. Right, right. So that's going to be that's a big obstacle for me to overcome because I didn't do a lot of live performing, just on TV shows and things like that. So I'm really looking forward to that. So that's what I'm really focusing on right now. 今一番私の関心があるのはこの11月から始めます初めてのツアーなんコンサートツアーなんですけども、もう本当に初めてやることなので、大きな挑戦。として今それに集中してます。まあテレビなんかではコンサートもどきみたいなことをやったんですけど、本物は初めてなんです。また日本にいらっしゃったらこの番組にぜひ出てください。So next time you come here, be sure to visit us. どうもありがとうございました。ありがとうございました。コマーシャルの後、天気予報です。